ヘブン。卵、ふわふわ。エッグヤザーの無敵テレビ。どうもこんばんは、エッグヤザーです。ということで本日もタイから、お送りしたいと思います。タイは寒い島の、チャウエンのビーチロードの、一方通行が終わるところを右に曲がったところにあるクリスタルレストランというねところで僕の大好きな、ココナッツミルクシェイクを、なんか頼んで飲むんですけども、これはね僕が今まで人生で飲んだ中でね天国かというぐらい美味しいんで皆さんにぜひ、見てもらいたいと思います。よろしく。ということで作り方を、まずは氷を適当にバコバコっと2杯分でねこのぐらいの量を入れるんですね。ネクサイがシュガー、シュガー、シュガー、ガムシロップ的なシュガー6。普通は3杯だね、1人だったら多分。あとはお、ミルク、ミルク。いつもこのおばちゃんの旦那さんが作るんだけど、今日は、そのおばちゃんじゃないの、そのおじさんの奥さんが作るんだけど、今日は奥さんがいないからおじさんが作ってくれる。おなつミルク、おなつミルク、おなつミルク、チャオカ、チャオカ。どうして入れるんだな。おお、美味しそう。アロイマイ、アロイマイ。I know, I know. 美味しいですかと聞いて、イエスという上、知ってるよと答えました。ということで、ココナッツミルクシェイクがやってまいりました。ドゥ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 。壁も白だから分かりにくい、ね、ではいただきます。ヘブン、ヘブン味だね。味ってなんだっけ、テイストか。ヘブンテイスト、うまい。マジでうまい。もうね、去年来た時俺は何回通ったか分かんない。去年からもう今年も合わせて15回ぐらい、20回近く来てるかもしれない。これが45バーツ約150円いかないぐらいでね、140円ぐらい。うまい。みんなもね、ちょっと日本で作ってほしいんだけど、正解の味を知らないからね、みんな。ね、これかき氷みたいなもんだから頭がね割れそうになる。少しで収まったけど、この発作俺やばいんだよな。何人かファンの人たちもね、これあの僕のやつを見て飲みに来てくれたんですけど、みんなうまいって言ってたんでね。チカル君もうまいっしょ、はい、なので皆さんもぜひ飲みに来てください。チャウエンにある、寒い島のチャウエンにある、クリスタルレストランです。一つ言うとね、このおじさんが作るよりもね、おばちゃんが作った方がうまい。